セントクリストファーネイビス連邦、またはセントキッズネイビス連邦は、西インド諸島のショー・アンティル諸島内のリーワード諸島に位置するセントクリストファー島とネイビス島の2つの、島からなる、英連邦王国の一国たる、立憲君主制国家。島国であり、海を隔てて北西に、イギリス領アンギラ、東に、アンティグアバーブーダ、南西に、イギリス領モントセラトが存在する。 首都はバセテール。イギリス連邦加盟国。ミニ国家の一つである。面積と人口は共に南北中アメリカにおいて一番小さく、独立年も一番新しい。正式名称はフェデレーション・オブ・セイント・セント・クリストファー・ネイビース。しかし現在ではフェデレーション・オブ・セイント・キッズ・アンド・ネイビスと呼ぶことの方が多くなっている。セント・クリストファー・ネイビスの外務省は どちらも正式名称であるとの立場をとっている。通称は、セインとキッズネイビスが一般的で、ストリート、キッズネイビスと表記されることも多い。日本語では、セントクリストファーネイビスが最も一般的な表記である。だが、外務省が編集協力する世界の国一覧表2007年版では、セントキッズ、ネイビスと表記されている。 文部科学省の教科書検定では、首都名は世界の動き者の世界の国一覧表に習うことと指導されているため、検定教科書や地図帳では、セントキッズ、ネイビスと表記されている。ネイビスは、ネイビス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 とも表記されている。さらに、日本国外務省は法令上、 セントクリストファーネービスとしていたものを2019年2月12日に閣議決定し国会に提出した法案でこちらの方が国民に広く通用しているとの理由からセントクリストファーネービスに変更するとした。二つある島の大きい方がセントクリストファーとクリストファーコロンブスが自身の名の由来でもあるセイクリストフォルスの名をこの島につけた。その英語型が セイント・クリストファーだが、クリストファーという人名の短縮型がキッズなので、セイント・キッズとも呼ばれるようになった。島民からは、キテシャンの愛称で親しまれている。小さい方がネイビス島。コロンブスらがこの島を発見したとき、島の最高峰の頂上が、白雲に覆われている様子を見て山頂に、雪が積もっていると勘違いしたことから、スペイン語で雪を意味するニエベと命名された。 その英語型がニービスである。島民からはニビジャンと呼ばれている。ブリムストーン、昼要塞の戦い。セントクリストファーネービスは立憲君主制、議員内閣制を取る立憲国家である。現行憲法は1983年9月19日の独立に伴い施行されたもの。国家元首は国王だが、英連邦王国のため、イギリスの国王が、 セントクリストファーネービスの国王を兼ねる。国王の職務を代行する総督は国王により任命される。政治の実権は行政タル内閣にあり、その長である首相は国民議会より選出され総督により任命される。閣僚は首相の指名に基づき総督が任命する。総督による任命は形式的なものである。立法府は一員制で、 正式名称は国民議会。定数は14議席で、総督の任命枠3議席、直接選挙枠11議席により構成される。直接選挙枠の選挙制度は小選挙区制である。任期は5年。連邦国家でもあり、ネイビス島には独自の自治政府と議会が設けられている。ネイビス島議会は三議席が、総督の任命枠五議席が直接選挙枠で、 選挙制度は中央の議会と同じ小選挙区制である。任期は5年。二大政党制であり、中道左派のセントキッズネイビス労働党と中道の人民行動運動の力が強い。ネイビス島でも別の政党による二大政党制が確立しており、市民有志運動とネイビス改革党が力を持っている。新 c m と NRP はネイビス党の地域政党ながら、 中央の議会選挙にも参加している。セントクリストファーネービスは中華民国を承認している。セントクリストファーネービスの武装組織としては、セントクリストファーネービス国防軍とロイヤルセントクリストファーネービス警察隊の2つが存在している。1983年、地域安全保障システムに加盟した。 セントクリストファーネービスの行政区画セントクリストファーネービスは14の行政教区に分かれている。セントクリストファー島は旧行政教区であり、ネービス島は5行政教区である。クライストチャーチニコラタウン、教区セントアンサンディポイント教区セントジョージ・バセテール、教区セントジョージ・ジンジャーランド教区セントジェームズ・ウィンド、ワード教区セントジョン・カピステール教区セントジョン、 フィックトリーキョークセントメリーケイオンキョークセントポール、カピステールキョークセントポールジャールズタウン、キョークセントピーターバセテール、キョークセントトーマスローランドキョークセントトーマスミドル、アイランドキョーク、トリニティパルメット、ポイントキョークセントクリストファーネービスの地図北リーワード、諸島に位置している。面積168平方キロメートルのセントクリストファー島と、 面積94平方キロメートルのネイビス島からなり幅3キロメートルのナローズ海峡が両島を分断している。両島の間にはブービー島という直径100メートル足らずの小さな岩の島がある。セントクリストファー島は火山島で標高1156メートルの旧火山リアムイガ山がある。島の最南端の半島にグレートソルト池という湖に近い。 大きな池がある。山がちな島だが、島の南部はとりわけ平地が多く、人口も集中している。半島には白浜の海岸も多い。山がちな島の北部は、火山性の黒浜の海岸が多い。姉妹島のネイビス島も、火山島で、標高985メートルの急火山、ネイビス山があり、島の周囲は、珊瑚礁が多い。両島ともほとんど、 砂糖キビ畑に開墾されているが、うっそうと茂った、鮮やかで緑豊かな熱帯雨林など豊かな自然も残っている。道路は約3 0 0トルで、ゼントクリストファー島の道路は、ほとんどが海岸線に沿って走っている。鉄道も走っており、5 8トルの路線がゼントクリストファー島にある。砂糖キビを運ぶために建設されたが、現在は、 セントクリストファー観光鉄道として観光用の列車が利用している。フェリーの定期便がセントクリストファー島とネイビス島に等を結んでいる。空港はセントクリストファー島に国際線とネイビス島に国内線がある。首都バセテール伝統的に砂糖を中心とした農業島国だったが2005年7月をもって生産を停止。現在は 観光が主要産業となっている。これは、砂糖産業が奴隷制度の象徴であることに加え、1980年代からすでに利益が出なくなっていたためである。砂糖きびの生産量は2002年時点で19万トン、砂糖の生産量は同1.9万トン。いずれも、農業、工業生産物として最も生産量が多かった。 電気機械の組み立てが産業として確立しているため、輸出に占める電気機械の比率は2001年時点では62.9%に達した。対して砂糖は21.0%だった。主な輸出相手国はアメリカ合衆国で71.5%を占める。東カリブドルを発行する東カリブ中央銀行は、この国の首都バセテールに置かれている。 大きな産業がないため、所得税や相続税などを優遇して海外からの投資家や資金を呼び込む手法が取られタックスヘイブンの一つとされてきた。住民は、アラーク族、カリブ族らが入植していたが、ついで白人が入植し、現在は奴隷の末裔であるアフリカ系黒人がほとんどで、白人は少数である。しかし、奴隷として連れて来られた当初と比べると、 かなり根血が進んでいる。言語は、英語が、公用語であり、かつもっとも使われている。宗教は、聖功会、ローマカトリック、旧政軍など。ブリムストーンヒル要塞国立公園、ネービス島は豊富な温泉源と高泉源があり、18世紀以来、カリブの温泉地として有名で、1778年に建てられたバースホテル スプリングハウスというカリブで最も古い温泉のリゾートホテルがある。ユネスコの文化遺産に登録されたブリムストーンヒル要塞国立公園がある。このページはウィキプロジェクト国のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。